プラモの時間をご覧いただきありがとうございます。今回制作するのは長谷川から販売されている川崎 KH400。 ぶっ込みのタクという漫画の世界でしかその存在は知らず、実写はおろか漫画の中でしかこの目で見たことはありませんが、僕の中では伝説的な名車として記憶に刻まれています。伝説的な名車川崎 KH400、 早速箱を開けていきましょう。1970年代前半の一般的な自動二輪車の中型排気量は 350cc でしたが、排気量が 400cc 以下の自動二輪車が運転可能な中型限定免許制度が1975年に導入されるのを機に、1974年1月に川崎は他メーカーに先駆けて 350SS のボアを4ミリ拡大し、 54cc 排気量をアップした 400cc 専用モデル 400SS を発表しました。その後1976年までに川崎が販売する2サイクル3気筒エンジン搭載のオンロードバイクすべてを中低速を重視した KH シリーズに変更。それまで販売されていた 400SS マッハ2の名称を変更し、1975年12月に KH400 が誕生しました。 KH400 は川崎の技術で練り上げた2サイクル3気筒 400cc エンジンというパワフルなメカニズムに、5段のトランスミッションで的確に引き出されるハイパワーとアクセルレスポンスの良さは比類ないほどです。ゆとりのある高速性能を考慮してセーフティーシステムの配慮もパワーシステム以上で、フロントホイールは対フェード性に優れ、滑らかな効きを示す台形ディスクブレーキを搭載。1本のヒューズが切れても全機能が停止しないヘッド、メイン、テール分離式の3系統ヒューズで点検整備を容易にしています。大型バックミラーの採用やヘッド、テール、ウィンカー、すべてのランプ類を大型化。メーターパネルや手元スイッチのセーフティーアップをきめ細かく追求するなど、すべてにわたりスポーティーな操作性を重視しています。KH400 の最終形 A7は1979年11月に発売。シートには新しく KH の文字が入り、車体色を川崎のイメージカラーであるライムグリーンとし、 KH シリーズの有終の美を飾りました。 KH400 はライダーの心を走りの中に忠実に表現するメカニズムで、ワインディングロードを思い通りのラインで走り抜けるロードスポーツならではのダイナミックシーンを感じさせるバイクです。早速作っていきましょう。まずは分割されたパーツを組み合わせ、タンクを組み立てていきます。パーツをランナーから切り離したら、まずはヤスリやデザインナイフなどで切り離した際にできてしまうゲート跡を削り取ります。塗装を行ってから組み立ててしまうと、接着部分が
接着剤などで溶け、塗装が台無しになってしまいますので、組み立てて問題ない箇所は先に組み立ててしまい、その後塗装を行っていきます。僕の場合、他にもカーモデルやバイクプラモなどでエンジンがついているモデルは、エンジンの腰下部分などは先に組み立ててしまい、その後一気に塗装を行っています。この方が効率も上がりますし、接着時の事故の割合も減りますので、おすすめです。最後に速乾タイプの接着剤を分割箇所に流し込み接着。しっかり固定したのを確認し、裏からセメダインハイグレード模型用接着剤で補強を行います。次にこの KH400 はタンク部分が分割パーツとなっていますので、パーツの合わせ目を消していきます。合わせ目を消していく作業として、まずは合わせ目にパテを盛り付けていきます。合わせ目消しの処理に使用するのはタミヤのラッカーパテホワイト。合わせ目消しで使用するツールに関しては接着剤なども挙げられますが、接着剤の場合、溶剤が強すぎてプラスチックを溶かしてしまう可能性があるため、ビビリな僕はラッカーパテを使用し作業を行っています。先端が平らな棒などにパテを取り、パーツの溝や段差に盛り付けていきます。パテが乾燥したのを確認し、ペーパーヤスリの400番、ポリッシャーで800番、1500番と番手を上げながら表面を滑らかにしていきます。まずは400番。タミヤのペーパーヤスリは耐水ペーパーですので、水をつけながら作業を行うのが基本です。が、僕の場合、なんとなくですが、水を使うとあまり削れない気がするので、水を使わずそのままガシガシ削っていきます。次にポリッシャーに800番、1500番と番手を上げながらヤスリを取り替え、表面を滑らかにしていきます。最終的にそのパーツの段差や溝が埋まり、一つの面になれば何でも大丈夫だと思いますので、自分に合ったやり方を見つけるのがベストかと思います。バイク模型を制作する上でリアルに見せられる部分のテクニックとして、この合わせ目消しが挙げられるかと思います。模型では2つのパーツを組み合わせてタンクを制作していますが、実写は違います。パーツを組み合わせることによりわずかながら段差が生まれますので、その段差を解消し一つの面になれば OK。 いかにおもちゃ感をなくし実写に近づけることができるかが一番表現できる箇所ですし、この合わせ目を消さずに完成させた時と消して完成させた時では満足度が大きく変わってきますので、丁寧に行っていきます。次に合わせ目消しが終わったタンクやその他のパーツに本塗装前の下地処理を行っていきます。今回の KH400 のボディカラーはライムグリーンと言われる独特な緑にする予定です。パーツ成型色でも十分かっこいいグリーンかとも思ったのですが、ここは気持ちもう少しだけイエローを隠し味として入れたライムグリーンにしてみようと思います。グリーンの色自体に隠蔽力があるらしいので、下地の色は無難にグレー系をチョイス。タミヤ缶スプレーのグレーサフェーサーを使用しパーツに吹き付けていきます。缶スプレーの場合、塗料が一度にたくさん出るので吹き付ける際には注意が必要です。持ち手の左から右へ素早く吹き付けるよう心がけていて、薄く重ねて吹き付け、
ムラのない仕上がりになるように吹き付けています。また気温の低い場所に保管していたスプレー缶は手に持った際に温度が上がり、スプレー缶の中に結露が溜まってしまいます。その状態で吹き付けるとダマになってしまい、吹き付けが安定しない場合がありますので、吹き付ける前に缶の底をお湯などにつけ常温にし、よく振ってから使うなど注意が必要です。また室内での吹き付け作業は匂いが充満してしまうので、吸い込みが強力な塗装ブースなどを設置し、十分換気をしながら行うと良いでしょう。このように注意しながら行った今回の吹き付け作業、綺麗に仕上げることができました。本日の制作は以上となります。今回使用した工具などは概要欄に貼っておきますので、参考になれば幸いです。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、高評価も合わせてよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。